中止されたイージス・アショア計画が、イージスシステム搭載艦として再始動建造を開始している中、スパイセブンのデモンストレーションが行われ、画期的な能力を実証したとの情報をキャッチしました。今回は、海上自衛隊でも、搭載予定のイージスシステム SPY-7 の新たな性能を詳しく見いきますね。防衛予算を設定し、GDP 比で 2% に相当まで押し上げ、中国の軍事的圧力に対抗するため、長距離攻撃兵器の取得を1年前倒しで計画しています。日本は、どう進むか気になる。2024年7月現在、日本の自公連立政権である岸田内閣は、太平洋戦争後に最も厳しいと評される日本を取り巻く安全保障環境の悪化に対処するべく、2023年度分の防衛予算から大幅な増額を行う政策を施行している。日本の防衛予算といえば、かつてアメリカを盟主とする西側陣営と旧ソ連を盟主とする東側陣営とに、大きく世界は二分され、言うまでもなく、唯一の軍事同盟の締結先としてのアメリカと歩調を合わせる路線で歩んできた。こうしたいわゆる西側陣営と東側陣営との冷戦構造の中でも、先の太平洋戦争での敗戦という歴史の流れから、日本は防衛の担い手を憲法上は軍隊ではないと定義する自衛隊に留め、時の歴代の自民党政権も防衛予算は対 GDP 比で 1% 以内に収めることを不文律としてきた経緯を持つ。しかし、2023年度から2027年度の防衛予算案については、その5年間の累計でおよそ43兆円規模とすることが政治的に決められ、これは対 GDP 比で言えば、実に 2% に相当する額であり、確実に世界情勢が変化したことの反映と言えるだろう。その中で、従来と比べて、大幅な増額を果たした日本の防衛予算は、特に増強著しい中国の軍事的な圧力に対処することを目指し、かつては敵基地攻撃能力、今では反撃能力と言い換えられた長距離攻撃兵器の取得に重点が置かれている。そうした長距離攻撃兵器はスタンドオフミサイルと総称され、敵の防空兵器の射程外から攻撃を可能とするものとして、国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型や島嶼防衛用の高速滑空弾の開発、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの取得が急がれている。これらの国産及びアメリカ製のスタンドオフミサイルは、攻撃の対象としては、洋上の敵艦艇を対象とする追艦攻撃、そして陸上の敵目標を対象とする対地攻撃の両方に兼用可能とめされ、戦術の幅を広げるものと期待されている。このような、主として中国に対抗する南西諸島防衛用の攻撃的な兵器の整備と並行して、もう一つの別のベクトルとも言うべき防御兵器としては、主として北朝鮮の各種のミサイルに対処するためのミサイル防衛システムの強化も行われている。現状で、高高度の日本のミサイル防衛を担っているのは、海上自衛隊が保有する全8隻のイージス護衛艦であり、いずれも、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースとした、混合型4隻、アタ、ガ、型2隻、マヤ型2隻が運用されている。これら、海上自衛隊のイージス護衛艦は、装備するマーク41、VLS、垂直発射艦に搭載する艦対空ミサイルである SM-3 シリーズを、メインに、北朝鮮の各種ミサイル類の迎撃に用いることとしており、日本全土をカバーする対応を担う。しかし、2024年時点で海上自衛隊が保有するイージス護衛艦は、前述したように、総数で8隻が運用されているとはいえ、艦艇は、その全てが、常時稼働状態にあるわけではなく、実戦配備、訓練、メンテナンスの3工程を反復することで維持されている。そのため、海上自衛隊が保有するイージス護衛艦は、多く見積もっても、同時に実戦配備が可能な数は、3から4隻に止まる計算となり、余裕を持って、日本全土の防空を担う運用は、かなり難しいというのが実情であろう。さらに、こうしたミサイル防衛に限らず、イージス護衛艦が持つ、多様な艦隊防空能力や水上戦闘艦としての攻撃力は、南西諸島方面における中国海軍への対抗策となる貴重な戦力として、
今後は活用すべきとの意見が強まった。それを考慮し、さらに近年各種のミサイル開発と試射の頻度を上げている北朝鮮の脅威に対処するため、日本では北は秋田、西は山口の2カ所に艦艇搭載用の迎撃ミサイルを陸上配備型としたイージス・アショアの導入を2017年に決定した。これは艦艇であるイージス護衛艦と異なり、陸上に設置するシステムであることから、全国2カ所への配備で365日24時間体制で日本全国をカバー可能なミサイル防衛システムとして期待されたが、ご存知のように2020年に急遽中止が発表される。その理由は、ミサイル本体に付属するブースター部分の発射後の落下位置が確実に安全な場所へと制御することが困難との理由であり、この判断からイージス・アショアの代替策が再度検討され、結果的にイージスシステム搭載艦2隻の新造を行うことに落ち着いた。イージスシステム搭載艦は前述したように計画段階で頓挫したイージス・アショアの代替策として打ち出されたものだが、既存のイージス護衛艦と同様にイージス戦闘システムを組み込んだミサイル防衛の専用艦となるものと当初は思われた。しかし、その後、一時的にイージスシステム搭載艦は排水量で優に2万トンを超過する巨大な水上戦闘艦となる構想が報じられ、ミサイル防衛システムのための迎撃ミサイルの運用に止まらず、複数の対艦及び対地兵装を備える重武装化が伝えられた。この時のイージスシステム搭載艦の規模は、まさに現在では戦艦とでも言うべき艦量であったが、すぐに多方面からの批判もあって撤回され、今は最新鋭のマヤ型護衛艦よりは大きいものの、その拡大版といった形に収束している。こうしてイージスシステム搭載艦は現在では基準排水量が 12,000トン、全長が 190.0m、全幅が 25.0m ほどの艦体に、マーク 41VLS、垂直発射艦は128セルを装備するとされており、2027年に1番艦、翌2028年に2番艦が収益予定となっている。当初漏れ聞こえてきた大きさに比すれば、ある程度現実的なサイズ感に収まった艦はあるが、イージスシステム搭載艦のマーク 41VLS 垂直発射艦数128セルは、現行のマヤ型の同96セルを大きく上回る重武装となることは間違いない。そして、イージスシステム搭載艦とマヤ型等の既存のイージス護衛艦との最大の違いは搭載するレーダーであり、前者は導入が中止されたイージスアショアで調達が決定していたロッキード・マーチン社製のスパイ7、後者は同社のスパイ1である点だ。マヤ型護衛艦を含むイージス護衛艦は、そのベースとなったアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦も、フライト IIA までは、ロッキード・マーチン社製のスパイ1を採用していたが、最新型である、フライト IIA からは、レイセオン社製のスパイ6に変更されている。このため、今後の海上自衛隊のイージス護衛艦にも、同様に、レイセオン社製のスパイ6が採用されるのではないかと目されており、イージスシステム搭載艦が採用したロッキード・マーチン社製のスパイ7という選択について、一部では疑問の声も上がっていた。ただし、ロッキード・マーチン社製のスパイ7は、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト IIIA では採用されなかったものの、日本のイージスシステム搭載艦以外でも世界的に採用する動きは広まりつつある。現時点で判明しているものだけでも、カナダ海軍のリバー級ミサイル駆逐艦で15隻、スペイン海軍のボニファス級フリゲートで5隻への搭載が確定しており、アメリカ海軍のイージスアショアにも用いられることが報じられている。そもそも、イージス戦闘システム自体が、現在はロッキード・マーチン社製の製品であり、従来のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト IIA までや海上自衛隊のイージス護衛艦で採用されていたスパイ1とは同じ会社の製品だった。そのスパイ1の後継にあたるスパイ7がイージス戦闘システムと親和性が薄いなどということは考えられず、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト IIA が
レイセオン社製のスパイ6を採用したことから、邪推した過剰反応ではないだろうか。